ましてみなさん、こんにちは。なんですかね、長く喋れって言われてるんですけど、緊張しすぎて何も考えてないんで、まあ、なんかちょっと喋りながら聞いてください。自分はタコ番2年の臼井大志って言います。よろしくお願いします。やっとコロナで、まあ、オンラインから普通の講義になって、みんな対面になって、1年生もやっと学校生活が始まって、どうですか？楽しいですか？ありがとうございます。まあ、自分ももともと、まあ、オンラインが嫌で、ずっとライブやりたいなと思ってたんですけど、まあ、始まってみたらもう緊張したし、練習時間もないしで、そうですね、まあ今めちゃくちゃビビって今ちびりそうですね。笑ってください。ありがとうございます。そうですね、まあ、長く喋れって言っても自分もともとコミュ障なんで喋ることないんで、ちょっとまず1曲目2曲やりたいんですけど、1曲目もやらせていただきます。リハーサルからずっと歌えなくて何回も失敗してるんで、もし失敗してもなんかあいつ下手くそって思わずに、なんか小学生を見てるような感じで聴いてください。じゃあまず1曲目は斉藤和義さんで「ずっと好きだった」をやらせていただきます。よろしくお願いします。
にちは。こんにちは。ちょっとチューニングするので、その間だけお付き合いください。ちょっとすごい世間話になっちゃうんですけど、自分最近夜お酒ないと眠れなくなってしまって、2時ですよ、大丈夫ですよ、高校で飲めるんですけど、もうお酒ないと眠れなくなっちゃって、ちょっと毎晩毎晩ウイスキーを片手にベッドで飲むような感じなんですけれども、その最近お酒で失敗した話もありまして、やっぱ飲みすぎは気をつけましょう。ちょっとあんまこういう広い場所で話すような話でもないので、ちょっと皆さんも1年生の方多いと思うんですけど、1年生の方は20歳になったら、そのお酒は飲んでも飲まれるなっていうように、やっぱりその適度にお酒を飲むようにしましょう。で、今20歳になってる2年生、3年生、4年生、大学院生、社会人の方もやっぱりそのお酒の量はほどほどにしましょう。もうちょっとかな。ごめん。どうしよう。あ、すごい、もっとどうでもいい話なんですけど、ちょっともうちょっとだけ付き合ってもらっていいですか。いい人手挙げて。はい、ありがとうございます。最近ちょっとまたちょっと暗い話なんですけど、自分の口内環境がすごい悪くて、口の中すごいいっぱい病気持ってて、まず歯医者に行って、すいません、虫歯なったんですけど、どうしたらいいですかって、歯医者さんが、いやーこれひどいね、2233だよって言われて、虫歯10本持ってます。でなんかすごいついでにって言われたのが、ついでにちょっと歯を見るってことなんだけど、君ちょっと歯肉炎かもしれないねって言われて、でそれでやっぱり歯磨きちゃんとしよう。じゃあ話も縁も竹縄って言うんでしたっけ。なりましたので、ちょっとチューニングも完了したので2曲目聴いてください。はい、世界の終わりでTonight。